劉近東は、新末の軍人、官僚。字は、国際。湖南省省国県出身。父の劉光栄、叔父の劉松山は、将軍の軍人であった。十歳の時に父親は、竹州での太平天国軍との戦いで戦死した。成長すると、厚生省に展開していた叔父の部隊に入り、将軍の司令部があった、貴門の護衛に功績があり、劉松山ともども、 祖国藩から称賛を受けた。1864年の太平天国滅亡後は、年軍との戦いで、龍松山と共に、しばしば先行を挙げた。その後、龍松山と龍金東は、佐相等に従って、先水省、官宿省の海民放棄鎮圧に向かい、金積もる穂で、馬蚊竜を包囲した。しかし年に、劉松山は戦死したため、 劉近東がその部隊を合わせて、1871年に、金積もる法を陥落させた。1872年には、青霊を攻撃して、白彦虎ら,らの海民軍を敗走させた。役部べ区の乱に際しては、劉近東は1876年2月に司令部を天州から宿州に移し、7月に、将軍 25A1 万3000人を率いて、 満州八旗の金順率いる四十へ二万千人と共に戦法となって新疆に入り、ウルムチを攻略した。ウルムチ占領後、金順は北部を総統し、劉金東は天山南路の総統に当たった。1884年に新疆省が設置されると初代巡部となり、1889年までその職にあった。死後、 上金の死亡を送られた。著作として、流上金庫倉庫が残されている。ありがとうございます。